でございますエイダがですねめっちゃ下がってて今2810なんですよで最大の下げがえっ、ー、と27302700まあひげまで入れると2710くらいまで下がったんですよねでこの辺りで30円割ったようなんですよ今はどうなんだろうここいくらか上がってるんでまあさすがに買ったんだね まあこういうところっていうのは買うよね。買いたい気持ちがすごくわかる。で、ですね、ここね、あの、私的には下げ止まってないとは思うんですよ。客観視するとね。ただ、気持ちとしては上げてもいいんじゃないかな、とは思うんだけども、なんとも言えない。で、ここの下げたところが、15時のところの、これ今30%見てるんだけども、 15時のところでまあこれが1002700まあそのぐらい2730とかまあその辺なんですよサンジェパンシーがの下がね。 でここで1回上げて16時30分ぐらいに上げてまた下げてるんですよね6時18時半くらいにでまたここで上げてるんですよ19時でここで下げてるんですよでこれがもしですよこのまんまあまたストンって下げすこンって下げるとトリプルトップっぽい形にな,なるんですよねってことはトリプルトップってことはボトムであれば上がるんだけどもトップってことは下がる。 っていうことが考えられるので、まあ私はここ我慢ですね。我慢。うーん、まあどうなんだろうな。これ、なんと綺麗なね、15分足で見ると、まあダブルトップかなっていう感じ。ボトムっぽくはない。ダブルボトムにも見えなくはないんだけどね。15分で見ると。1個、2個。ああ、どうだろうな。難しいとこだよね。難しいとこ。下げ止まったかもしんないし、 ーチャートってね、そんなに見てないんだけども、そのダブルトップ、トリプルトップぐらいをねで、ダブルボトム、トリプルボトムとかね、うんまあまあ、そういうのは気にしてて、まあね、その、まあ、代表的な例がね、26日の5時のね、ここのトップで上げててで、下がったところのまたね、7時に上げてて、でこっからずるーっと下がったんですよ。 うん、だから3,500からそこからあ1,000うちが1まで下がらないか700下げてるんですよだからねちょっとねまあ見えない見えないんですようん、まあ、ビットコインの値段がね落ち着いてるような感じが見えるのって うーんこれがね、このビットコインの値段が落ち着いてるからどうしようかなっていうところはあるんだけどね、このまま落ち着いてるんであれば、買っちゃってもいいのかなと思って、うんもう限界ですね。ここで私があ資金を入れるんであれば、あーまあ限界です。うん、で、まあ、今、何の資金を入れるの もしね、入れるんであれば、何の資金を入れるのって言ったら、借金をしたもののお40万円、80万円ほど遊びがあるんでね、えーまあ、気まぐれでモネロモナコインかなモナコインをフライヤーで買って、で、そのモナコインも程度40万円ぐらいなってる、あるんですよね。えっ、ー、と、どうやってみんだホームで見るのかなえっ、ー、と、ホームで見ると、JPY で、ああ、そんなないな。 時価が64万円なんで、モナが23万円しかない。まあ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 、まあこんな感じでございますよ。んなんかビットコインが、ビットコイン6円分ある。ね。えー、これ流しミスかなあ。っていう感じでございますんで、で、あのー、ツイッターでね、うん、いただいてるのは、まあこれ話したくなるっていう話なんですよ。 エイダホルダー、エイダホルダーとしては辛いと。何かあげる材料がいいんだあればいいんだけど、握力が弱まってきたっていう、とまあ不安ですよね。いや、私も正直ね、これに関しては素直に不安です。うん、素直に。ただ、あのー、ここエイダって今からなんですよ。今からなんです。で、量子コンピュータリスクが出れば、絶対これ、 エイダっていうものとあとあシールドかなシールドは程度2年ぐらいかかるかな,なとは思うんだけどもーシールドとエイダっていうのはえシールドは匿名性で量子コンピューター対策だから最初に来るのが量子コンピューターで次に匿名性じゃないかなと思うんでシールドの場合はねエイダの場合はまだまだこれからちょんちょん出てきますんで、うん、開発済みじゃないんでね開発中なんでね えー、ここを、まあ、ちゃんとね受け入れていただいて、えーまあ、これで持てるか持てないかっていうのはもうここ私が押すこともできないんですよ大丈夫だっていうこともできないし、あのー、当然その私たち人間っていうのは水物だから あ周りがこうなって例えば今日なんか満月なんだけども満月の影響でですすら受けるんですよやっぱり興奮しますからね満月の時っていうのは。で動きなんかも人の動きとかも温度とかも今日なんかあったかかったんだけどでそうなってくると私たちも生き物だから多少なりともこう生命の何ていうのかな維持っていうか寒くて、えー、凍えじんじゃうような。 あ外でさらされてれば、うん、元気はなくなるけどもほんだけあったかい中で外でねちょっと動いて汗ばむぐらいであれば全然違うわけじゃないですか気持ちの持ちようって。で私たち人間っていうのはやっぱそこの水物っていうものを間違いなくあるんでただあのー、面白いことを言ってた方が今回ねぴょんちゃんで言ってた方がいて水それなんか本で載ってたらしいんだけども水って っていううのは言葉を理解するっていうんで、すよでこの弱い時に、まあ、自分が本当にね、エイダってものを信じてるんであれば、エイダ大丈夫、エイダ大丈夫ってやってれば、それだけで元気になるんじゃないかなと思います。で、エイダをに執着しろってことではなくて、だから私は少なくても今25万8000とかね、えー、あんまり多くはないんだけども、それだけ保有してるんで、まあ、 あのー、それだけ浮遊してるよっていうことなのでまあまあこれが元気になる話になるかどうか分かんないんだけども、あのー、まあまあこんな立ち位置ですよ私は、うん、これは動かさないですよ、うん、100枚入れたところが3400あたりなんで、まあ、2回に分けてね3777あたりで入れてあとは3000いくらで 100? 70あたりかなですよ、うんでえー、ここでもう一発入れるんであればあ本当に下げ止まったとこで入れたい入れる気はなかったんだけどもおちょっとね私の方はエイダーは下がってるんだけど気持ちがすごく楽なんですよ。あのー、っていうのも確定申告が終わって、えー、程度あと来年の少なくともあと 来年までなんで350日くらいは余裕があるわけですよ。来年の確定申告まで。で、そこまではあ攻められるってことなんですよね。攻められる。うん。なので、えー、そんな感じで見てるんですよ。うん。だからすごく気分が楽。エイダは下がってて、えーって思うんだけども、私はそこのとこはね、変態なんで、 追い詰められれば追い詰められるほどこうどうしようかなっていうのはそれが気持ちいいわけですよ。で頭がこう稼働するっていうのが分かるんですよね。でこれをおー普通の人であればなえちゃう。なえちゃうんだけども。 あのー、このエイダーっていうものに対してのやっぱり未来像っていうのはあ程度見てるんで,でどの程度上がってくるあとは本当に何だろうなエイダーは待つだけだし ICO も本当にお金をおね増えたもので ICO をバン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 ぶつけたのを待つだけなんで本当待つっていうのが。 私の今ね、一番特化しなきゃいけないことなのかなって思う。だからこれで動いちゃいけない、エイダも。うん、非常に辛いっていうのは、さすがに私がいくら変態でもですね、ここは辛いって思わないのかって言ったら、とどまってたらやっぱり思うんですよ。ただ、これ、どこで下げ止まるのかなっていう未来のことを考えてると、そんなにこれも辛くならない。これ、動きを止めちゃう人は、 あー周りにいないなですかついてないとかあー時間が早いとかもうこういう人たちって付き合っちゃダメなんだけどなんでそういうことになっちゃうのかっていうとそういう動き思考停止になっちゃうんですよついてないとかね、えー、例えば考えないんだよねで身近であったことでこういうことがあったんだけどもおーまあ春一番も吹いてきてここのとこ季節の変わり目で風が強いと。で ドアを開けた時に隣のドアあるいは隣の人にぶつけられたっていうんでですよで自分でぶつけたにしてもね隣の人がぶつけたにしてもそれに対してついてないっていうそれは私は違うんじゃないかなと思うんですよ。対策はぶてたはずなんですよ。 だって車に乗るときは風が強いっていうのはおおよそ言ってるし情報としてはおそらく天気予報かなんかっていうのは SNS でもテレビ見てなくてもネットに。 つながっていればスマホでもね、えー、ニュースフィードとか見てるとその程度のものは出てくるじゃないですかで今 GPS だとか,だとか登録制で地域っていうのは限定されたその天気予報っていうのが出てくるわけなんですよでそれでおおよそで外にも出るわけでしょ車に乗るわけだからで <laughs> 乗るにしても乗らないにしてもね外に出るタイミングで風が強いなっていうのは認識してるはずなんですよで 車を移動してでそこでぶつけて停車した時にぶつけるっていうか車に乗る時にぶつけたっていう話をしてたんだ,してたんだけどもあの何、ー、て言うのかな動かなきゃいいんじゃないっていうのとあとはあそもそもそこに車を止めなきゃいいんじゃないっていう話だけで落ち着いちゃうんですよ。あののー、よよくくねその駐車場で私がが理解不能なのがよく お店のね前に車を止める人がいるんですよ。でんでか知んないですよ。私はああいうところに車を保有してた時も止めなかったんだけどもみんなあそこに止めるんですよ。まあまあ単純にね行動衝動としてはそこに止めたらその店舗まで近いからとかあ売店まで近いからそこに止めるんでしょうけど、うん、でその流動性を考えてみてくださいよ。店の周りでうーん車が あちこちあちこち右往左往してるところで車を止めるのともう駐車場の隅っこの方で流動性がないただ車が通過するためだけの通りの脇とかに止めるのではどっちがぶつけられるかあるいは扉をね風で煽られてぶつけられる可能性が低いのかっていうのはまあ,あ経験上わかると思うんですよ。 これが考えればわかるんじゃなくて経験上わかると思うんですよ。自分で車に乗って煽られたっていうのは体感的にゼロではないと思うんだよね。車に乗ってれば。季節の変わり目っていうのは風が強くなるから。であればもう自分で対策打てたわけじゃないですか。打てたわけでしょ。で、それをやらずにしてね。やらずにして、それをぶつけたからついてないっていう人がいるんだけども、そういう人とは極力突き合わない方がいいですね。 え正直私はそう思いますあのー、だってその感じれてないんだもん考える前に感じろっていう話であの風が強いからどう,どういういうに窓が動くとかこういう風に動くとかあだって人とか見ないですか世の中こうやって身の回り見てて危ないやつがいるなって言ったら近寄らないようにするじゃないですかそれと同じなんですよなんかいきなり発狂してる人たちがいたら近寄らないでしょ 酔っ払ってる人たちがいたら何があるかわかんないし軸がぶれてるわけだから近寄んないでしょね。でそこに近寄ってなんかあったって言われてもそれは困りますよねそれは事前に自分たちで対策打てたでしょって話でしょでそれをやらずしてねやらずして車をぶつけられたからついてないとかわけわかんないこと言うっていうのはありえないですよ私の中ではだって対,対策打てるんだからでしょ うん、だからあのねあれがよく分かんない私はあの車を商店のそばに売店のそばに止める人たちの考え方うんその人の何て言うのかな交通量が多いのと人の動きが多いとこなんだから頭来てひっぱたく人とか十円傷つける人とかもゼロではないと思う で私が本当に止めるんであれば、流動性が多少ある場所で、でも停車をしない場所に止めるんでしょう。ですよ。停車をつされない場所に止めるんですよ、選んでね。普段からこう、見とくじゃないですか。で、どういう人がいるとか、ああいう人がいるとか、どういう動きをしてるっていうのは、当たり前に感じとかなきゃいけないんですよ、そんなものはね。リスク分散として、そんなものは当たり前に感じとくんですよ。やっ で、えー、なるものっていうものもの当然あるんだけどもそれ今から重要だと思うんですよなってどう感じるのかとかそれに対してあこうなんだっていうでそれが次それだけじゃなくて次にもういろんな面で生きるわけなんだけどもそれはそれで大事なんだけどもあのー、免許取り立てではなかったんですよ。 でもう程度数十年乗ってる方がそういうことを言ってたんで、もうちょっとね、やっぱりね、えー、普段から距離は置いてたんだけども、もっと距離を置こうっていう気になっちゃいました。ね、えー、もう本当気をつけてくださいね。そういう人たちっていうのは、そういう人の流れにいると、本当運,運気がね、下がるんですよ。本当に。ついてない、ついてないっていうとか、ついてないって対策を冷静に考えて打てるんですよ。で 私であれば,やばいなって思ううからもう私の場合はもう全く違くてたまにこう車とかね、えー、昨日一昨日なんかもレンタカー借りたんだけどもやべえなっていうのがあるからもう本当に止めたんですよ確定申告行ってレンタカー借りた時も本当誰もねここ通るぐらいしかしないだろうと停車して脇にね車を止めないでしょうっていう場所にあえて止めてるんですよ。 でそれをその対策を打たずにしてそういうことをやってついてないってやらずにしてねついてないっていうのはもうお話にならないですよねうん子供じゃないんだからって話じゃない、うん、ですよね理屈が分かってて一発の大人が社会に出て車の免許を持ってそれだけ人生経験を積んだ人の人生経験を積んだ人の魅力ってのは本当そこですからねうんものの本質を理解できてで経験があるから あ,あとは命の限りがあるっていうのはよく分かってるからそこに対しての魅力があるわけですよ。若者の魅力ってのは命が、まあ、程度何も事故が起きてなくて不治の病とかなければ命の長さがあるんですよ。これが若者の魅力。あとは日本で若者の魅力っていうのはもう圧倒的に数が少ないんですよ。でドラえもんみたいな人口ピラミッドになってるから。 あのー、若者になればなるほど希少価値が上が上るんですよ私が若者の価値があるっていうのはその点ですよ若者が程度優れてるとか優れてないとかではなくて若者の希少価値っていうのは命の長さが長いあとは人生経験がないから染まってないその真っ白の部分っていうのは魅力があります なんだけどもあとその個々の魅力っていうのはそこに対して違うじゃないですか中年の魅力っていうのはその人生経験さっき言った部分ですよ本質が理解できてて経験があってでこの時にはこういう対策が打てるっていうのがおおよそ同じことを繰り返してるんであれ,あれば見当つくしそこじゃないですかでも若者はその反対側ですよそれがないんだけども命だとかもう無知なわけですよだからそこに対して魅力があるんですよ 全くその魅力って言っても個々の強みってのはあ若者の,の視点とその中年の視点とでは違くってどっちが劣ってるわけでもないんですよ。だって自分って、えー、そこでしか動けないわけだからそうでしょ、うん、だって自分自身をなんとかするしかないっていうのがもう何て言うのかなそれしかないじゃないですか。 自分がチビだったらチビのまんまでそれでやるしかないデブだったらデブのまんまでそれは痩せるのもチビとかでかいのはもうどうにもなんないよねもっとどうにもなんなくてあのそれはもう受け入れるしかないですよね身長を伸ばすのに整形手術するっていうのもできるでしょうけど骨の継ぎ足しをしてでね肉とか筋肉がつながっていくのを見ればそれもできるでしょうけどそんなものだってねやる人いないでしょ でちっちゃい人はちっちゃい人でいいしでっかい人はでっかい人でいいわけなんですよ。ね。うん。そんなものを今言っててもしょうがないし、えー、それは受け入れてやっぱ私たち生きていかなきゃいけないし、えー、でもっと言えばその整形ができてね自分で自信持てるんであれば整形をすりゃいいしね。うん、っていう話ですよね。 うん、だからあの個々の魅力っていうのは絶対あるんですよ。でそれがやっぱ年配年配だとか中年だとか若者子供お個々のそこの部分部分ってみんなが通ってきた道じゃないですか若者中年からしたら若者を通ってきたわけでそれを若者に若者がすごい価値があるって言われてもそれはそれで若者も困るし中年も中,中年でなんだよおじさんおばさんって言われてじじいばばって言われても困るわけですよ。だって それは戻ることができないんんだもんね戦争前にタイムマシンがある,あるからって何ともできないわけじゃないですかそれはねふてぶてしくい,いるべきですよそんなものはね、えー、言ったって若返るじゃあ若返るのかって言ったところでやっぱりその言ったところで話にならないしねうん、うん、だからあーもうそこはガチーンと受け止めて、えー、それにもう何も触れないんですよそんなもの 仮に触ってきてきもねうんなんでまあまあそんな感じでね置いといてみてくださいあと本当に自分対自分ですから未来の自分で今ここでこの行動を起こしてで未来の自分に恥じない自分であればいいわけですからそれだけしかないんですよ本当にあのー、人と比べない私なんか全く比べない比べてる人がよくわからないうんよっぽどね何、うん、て言うのかな 自分に魅力を感じてないんじゃないかなと思ってますよ、私は。人と比べる人っていうのはね。そう思わないですか、だって。ねえ、だって自分っていうのは自分しかいないからさ、うんそこはバシッと受け止めるしかないんですよ、私たちは。うん、逃げも隠れもしないんですから、自分っていうのは、うん。自分っていうのはやっぱり向け、向かい合わなきゃいけないし、いいここに関してはバシッとね、えー、捉えていきましょうよ、本当に、うん えー、恐怖指数が多少上がってきたのかなえー、っとまあまあそれは今マインド面なのかなそうそうそうだからねあのー、悲観的に見ないでもしょうがないですよ見ても見てもしょうがないしあのー、まあまあ見てもしょうがないですよそんなもの、うんだまあ、大丈夫っていうのもねやっぱ自分対自分だからね、えー、そこに対してはバシッとやっぱ捉えてください本当うん あのーね、誰々がどうのこうのっていう話ではないしいの自分たちができることっていうのは未来の自分に恥じない生き方を今決断して動けるかどうかこれだけだと思いますよ。こ、うんまあ、これが私が私言える精一杯のことですね、えー、でついてないって人には寄っていかない方がいいですよ。 これは、あのー、ついてるって思ってる人間っていうのは常に前向きですから未来軸。ついてないって思ってる人っていうのは過去軸なんですよ。ここが違うんですよ。大きな違いですよ。今から未来を見てるのか、過去の概念にとらわれて生きてるのかってまるっきり違うじゃないですか。逆なんですよ。反対。だって、過去軸で見てる人って先祖返りするんですかって。そっから今から猿になるんですかって話でしょ。 私から言わせればそうなんですよそんなのできますできるんだったら考えりゃいいですよ。でもタイムマシンもなければ猿に帰ることもできないでしょであれば考える必要ありますないっすよねって話なんですよね。うん、でついてないっていう人はそこなんですよ。過去に囚われていていい何も動けないだから、あのー、か過去に執着しないっていうのはホリエモンも言ってるじゃないですか。あれ本当にね あの近代のあのスピーチっていうのはね、あの末端だけ聞いてても、過去に執着しないで、えー、ん未来を恐れず、今に生きろっていうのは、本当にそれですよ。過去に執着。そんな言葉ですよね。過去,過去に、うん、執着しないで、未来を恐れず、今に生きろ。なんか言葉は違うかもわかんないんだけども、本当にそんな感じなんでね。バシーッと生きてきますよ、そこはね。 えー、まあ、ダも、まあまあ、ダもな、ま、なんとかなんじゃないかなと思ってるんだけども、うん、どうなんだろう、ここはね、なんとも言えない、ただ私が保有してます。25万8000ね、前、えー。25万8千0 0を保有してますよ。うん、25万8千円じゃないですよ。25万8千枚を保有してます。はい。 で、直で言うと、まあ、800、まあ、少なくても900万か、850から、850万くらいはあると思うんだけども、まだ、えー、っとね、こういうの、知りたいですよね。知りたいと思う。えー、っとね、知らせましょう。えー、っと、こういうのね、大事、大事っていうか、あのー、なんかね、私がこうやって音声発信してて思うことっていうのは、結構、 背中をこう暗号通貨のの話って普段でででききななないいいじゃないですかできないと思うのよで私なんかは私が巻き込んでできるような環境にしちゃったんだけどもその何ていうのかな普通の概念からいくとこういう環境って作れないんじゃないかなと思うのよ私ね、うん。だからまあ830万くらいある830万5,000あるわけですよ。 これがひょっとしたらこのままね、半分になっちゃうのかもしんないんだけども、まあ、なんとも言えないよね。正直、ここは。うん。本当、種まきだと思って私いるんで、で、まあ、今回 A ラブつけたのが300万あるんで、まあ、実質ね、1100、うー30万くらい、1100、まあ、1100万くらいはあるわけですよ。まあ、未来に投資したものがあるんでね。 ICO、バンバカバンバカぶつけたのと、権利収入に投げたのがあるんで、まあ、ここはね、あまあ、未来、未来を恐れずなんでね、もう過去に執着しないので、まあ、これはやるしかないですよ、こんなもの、本当に。バンバカバンバカ動くしかないでしょ、だって。ね、そんなもん、失敗がどうのこうのとか、ドアぶつけたからどうのこうのっていうもんじゃなくてさ、こんなもん、対策はいくらだってう、 打てるし、ね、でもっと言えばぶつけたらぶつけたでそっからの自分の判断じゃないそれしかなくないですかうんよく分かんないんだよね過去に執着してる人ね本ほんとほんとね本当ついてないって人はつ,つ,ついてかないほうがいいですよい,いい言葉が出ましたねついてかないついてない人にはついてかないねえー、まあまあこんな感じでこんなごろで覚えてくださいついてない人にはついてかないね いいですねで私ですねその長期の株で配当が実は出ててでこれでカヤックを買いましたでカヤックって何っていうと証券番号が「3904」っていうねカヤック鎌倉にね、えー、会社があるところなんだけども仕事の内容としては全くこれ暗号通貨と,とは別なんだけども仕事の内容はね地域のその何ていうのかなこんなこと言ってた。 地域に住んでる人たちって売り方を知らないって。だあのー、まあ、日本はね、えー、当金融リテラシーが低い低いっては言うんだけども、本当に低いんですよ。で、自分で売るとか、まあ、その辺の人たちに聞いてもね、えー、私もビットクラブの紹介をした時に、あ、億ポンってネットワーカーなんだとかって言われたんだけども、え えっていう話ですよ自分で自分でね商品がこれがあるよそれがあるよっていうことを紹介できて、えー、売ることはねできないんであればどうすんですかって話ですよ。で日本人って非常にこういう人たちが多い。 で自分で、えー、背取りをやるとか自分で商売をするとか自分で、えー、なんていうのかなものを売ってみるっていうのは、まあ、今でこそメルカリだとかヤフオクだとかあ当たり前にそういうことをね、うん、塾を開いてる人がいるぐらいだからあるんだけどもああいうことに対してあれっていう感覚を持ってる人がまだ多い感じがするんですよ。で自分の価値を売るんですよ。で 今からは本当そんな時代ですからね。会社に依存しないから暗号通貨っていうものは伸びると、人が淘汰されていくから暗号通貨っていう市場は伸びていくんだけども、これは間違いないんだけども、もっと言えば人が淘汰されるってことはどっかにキャッシュフローを生ませなきゃいけないんですよ、私たちは。これは誰、誰、誰に言われたからでもなくて、自分でそれをやっていかなきゃいけないんですよね。 でそこが非常に大事で、それがネットワークビジネスであっても、ネットビジネスであっても、セドリビジネスであっても、オークションビジネスであっても、オークションっていうのは、まあ、セドリも噛むのかな。まあ、オークション、オークション、そうですよね、えー。よくわかんないけど、自分でオークション、自分をオークションに流しちゃうっていうのもありだと思うよね、今は、多分。ヤフオクで自分っていう、まあ、時間、なんだっけ。 えーとまあ、いろいろあるよね、えーと。バリューもそうだ、バリューもそうだし、えっと、タイムなんとかっていうのもある。何だっけな。10秒単位で、えー、売れるんですよ、自分の時間を。誰々買ってくださいみたいなね。でそれが時給 えっと、10分1000円になるのか、10円なのかっていうのは、まあ、わかんないんだけども、時給換算で5万円になるのか、10万円になるのかね、1円なのかよくわかんないんだけども、それを自分で設定できるんですよ。なんだっけな。メタップスっていう会社がやったんだけども、なんだっけ、タイムなんとかっていうのがあるんですよ。で、そういうことが、そうやって売ってくんですよ、自分の価値って。で、ネットワークビジネスっていうのも当たり前なんですよ。そんなのものも。 あれが悪いとか、そのビジネスモデルが悪いとか、いいとかではなくて、自分がいいと思ったものっていうのを売り込みをかけるっていうのは、当たり前の話なんですよ。うん、超当たり前ですよ。でないと、だって生きれないよ。うん、会社から。で、私が身の回り、こうやって見てて思うのは、本当、自分、その人が会社から出された場合に、自分でキャッシュフローを埋める人っていないんだよね。 私がバーっとこう見ても売れる人っていないんですよ誰一人ですよみんなそれに対してなんかよく分かんないことで今日面白い話があったんだけども私金お金持ちだと思ってる人がいたんですよであのー、お金持ちって私貯金しないって言ってるんだけどもその人はいや絶対ウソだって言うんですよで奥本さんはお金持ちだからとかって言うんだけどいやいや カヤックにしてもハイとかポンポン投げてますよって。お金持ちって何のことを言ってんですかって話じゃないですか。貯金があるって何のことを言ってんの貯金ないっすよ、私みたいな。ビットフライヤーには40万円とか63万円とか今あるけども、でもそれってお金じゃないじゃないですか。モナコインに変わっちゃってるし、JPY っていうビットフライヤーのその数字に変わっちゃってるわけじゃないですか。貯金じゃないじゃないですか。攻めの投資でしょうん。 でそういうことのね理屈もまず分かってないんですよその理屈がお金の理屈が分かってない人たちがうじゃうじゃいるわけですよその人たちが当たり前にその仕事っていうものに対して向き合ってるわけですよ一番大事なのは何かって言ったら自分の価値を最大化するだけなんですよそこなんですようん仕事ができるとかできないとかではなくて自分のか価値っていうのをいかに最大化できるのか 自分の価値っていうのを1時間でいかに100万円を稼ぐ、その時間の価値を生むのかっていう。で、自分の体をそこに持ってった時に、そういうパフォーマンスができるのかどうかなんですよ。そのパフォーマンスうんぬんっていうのは市場が決めるわけですよ。そうでしょで、そこの理屈が分かってないんですよ。時給でマニュアルで、えー、換算されして動いてる人たち、月給で動いてる人たちって、そこの何なのか分かんない。 いや、俺お金ないよって言ったんですよ。本当に。え、な、何のこと言ってんですかみたいな感じよね。こっちからすると。エイダは確かにそれぐらいの価値をあるものを保有はしてるんだけども、それは JPI ではないわけじゃないですか。日本円じゃないじゃないですか。銀行の通帳に入ってないわけじゃないですか。っていう話でしょ。そんなことやってたら脳みそのパフォーマンスどんどん下がるわって話で、その理屈が分かってないんだよね。 多分動いてない人たちっていうのはこういう感じなんだと思うよ。動いてる人たちっていうのはこの理屈ってのはマジでわかるわけですよ。自分の、自分でダイレクトに行くんですよ。ダイレクトに稼ぐ。で、自分でダイレクトにツイッターにポンって投げた時にどれだけの人間が反応してくれるのっていうのもそうだし YouTube もそうですよ。で、まあまあ実際に自分でプレゼンしてものを売るにしてもそうですよ。 自分があ発信したものに対して食いつきがどれだけあるのって、どれだけの人間が集まるのって、あのー、先日ね、面白い動画を見たんだけども、ユーコスっていうね、HK、なんだっけ、秋元康さんの HKT だっけなんか48、そういうグループがあるんですよね、よく知らないけど、AKB ぐらいしかわかんないんだけど、あのー、AKB もメンバーわかんないぐらいだからね。 でそこのメンバーに何年か前にユーコスさんもともとの名前は分かんないよでユーコスさんっていう今の YouTuber かなあーまあツイッターなんていうのかなあネットビジネスまあそれもネットビジネスだよねで最初にそのアイドルグループにいた時は私のフォロワーさんっていうのはこれだけ3万人ツイッターでフォロワーさんいてで自分がグループ抜けてなんかやるよって言ったら人ぐらい集まるだろうっていう感覚だったらしいんですよ。 で、実際に抜けて、で、何かやるよってツイッターに投げたら、なんかね、全然集まんなかったライブ会場に集まんなかったんだかなんだか知らないんだけど、あ、これ違うんだなって、その時初めて知ったらしいんですよ。それがですよ。それが私が自分で稼ぐことなんだよっていう、自分で行動を起こして人を集めることなんだよっていうことを言ってるんですよ。で、その認識全然わかってないんですよ。あの、会社に管理されてる人たちって。 一つの発信に対してどういう影響力影響力なんですよ。早く言えば。だからオクポンさんっていう人が発信して、えー、どれぐらいの人が集まるのっていう話で、例えば私のー今、Twitter のプロフィールっていうところを今自身でね、覗いてみると、っ、えー、と南原さんの許可、まあ、IC をですよお。スマホのね、 えとこちらの案内を出したんですよ。で「ハッシュタグで南原たつき」で、えー「トゥルースプロジェクト」「マネーの虎」あ「しくじり先生」「億ポン」っていうので出したんだけどもでこれでツイッターで「南原たつき」っていうもので窓,窓に入れて、えー、検索すると私のこの億ポンさんの、うん、投稿があいいねが一番もらってるんですよ。でこれって影響力なんですよ。 南原さんの投稿ってのはいろいろあるんですよ。ツイッター内でもあるんだけども、ハッシュタグで南原たつきっていうものをバンって入れたときに、で、えー、これ今数字上でバンって出せるんで言いますけど、インプレッション数がちょうど、どのぐらい前だろう、これ。えー、っとね、いつかな、28日なんでこれ夜中出したかもしんないな。夜中だと思うので、ちょうど24時間ぐらいだと思うのよ。 24時間か26時。ちょっと早かったからね、昨日は。で、26時間くらいかな、だと思うんだけども、インプレッション数が1100くらいあるの。で、エンゲージメントソースっていうのは、このものに対して反応した人ですよね。が230弱。で、リンククリック数が76あって。で、まあまあ、覗いてって、ハッシュタグクリック数が22。 プロフィールまで行き着いたのが3リツイート数が3ああ違うプロフィールは9うプロフィールまでクリックしたのが9億ポンって何なんだって、えー、な,なんで南原さんと一緒にいるんだっていう感じだと思うのよねでそれでリツイートが3もらってるんですよでこれが、まあ、まさしく影響力なんですよでこれがまたホリエモンとかで、えー、ホリエモンにリツイートされるとすごくって3回リツイートされたんだけども1回目でたまげたのが7万 2日ぐらいで7万5000とかになったんだよね、インプレッション数が。で、2回目で、えー、な,なんだろうな、あれな、なんかでリツイートされたときは5万5000とか。で、3回目で、ホリエモン万博のホリエモンを今、YouTube で限定動画っていうのはまだ残してるんだけども、それをツイッターに投げたことがあって、でそれで1泊で3万5000とかあなるんですよ。ものすごいよね、やっぱね、ホリエモンあの動いてる人っていうのは、 非常にね、えー、やっぱ価値が欲してるんだなっていう,う感じを受けますよ。うん。ほんとすげえなって思いますよホリエモンでホリエモンこれまた話が飛び出るんだけどもホリエモンねその後に次の日ねの飲んだらしいんですよ次の日に入る前にそのイベントの後に飲んでその後に その夜中にねグレーのメンバーが来たんだけどもそれはちょっと細,い細かいことは分かんないんだけどもそのグレーのあその日じゃないかな次の日だわそれ失礼しました別です次の日にグレーのメンバーが来たりとかホリエモン万博の打ち上げに見えたみたいなんだけどもそういうのがあったりとかあやっぱりその動いてるからそういうとんでもないグループの人がこうやって集まってくるわけですよだからそれが魅力なんですよね うん、ホリエモンの私がホリエモンに魅力を感じれるっていうのは自分で動いて目で見てアクションを起こしてるんですよそれだけなんですよそこなんですよでそこっていうのは今から人間っていうのはめっちゃ価値が起きるんですよでそこに気づいてるか否かなんですよねうんでそれを持ってない人たちっていうのは暗号通貨に吸われるようなイメージですよ 掃除機でシューって自分の利益がシューって暗号通貨に持ってかれるイメージで私はこれがイメージ上立ってるんですよあここしかエネルギーの動き方資金の動き方ないってお金が大事じゃなくて自分の立ち位置っていうものを見失うんじゃないかなっていうのが私が不安視してるところなんですよお金の問題ももちろんありますよキャッシュフローがなくなってこれから社会の負担っていうのが増えてって で、どうすんのって。で、起爆剤として、やっぱり1億円ってのは簡単に作れると思うから、あ当時はね、えー、半年、もっと前かなあ、もっと手前かな、半年、えー、エイダ紹介してくれて、10月にとって、だからまあ5ヶ月6、4ヶ月、4ヶ月ぐらい前からかな、エイダっていうのが、数円の時から音声を、その辺からちょいちょい上げ始めて、で、今なんか毎日こうやって上げてるんだけども、 あのー、そういういことなんで,すよでその動いてるっていうのに対して私はここもう5年も6年も前にそういうことを言ってる人たちがいてでそのグループにずっと関わってた時があったので5年,5年6年は言い過ぎかないや言い過ぎじゃないかな5年ぐらい前 でその方はもっと前からそういうふうになるよって今みたいな感じで縛りが強くなって日本っていうのが税金まみれになってどん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 貧困層っていうのが辛くなるよってその前から言ってたんですよ。 でも面白いこと言うなってどういうことなのかなっていうのがポカーンとしてたんですよその時は株を始めたばっかりで経済のこともよくわからないし日本,日本人の同定率が43%とかね27歳で当時43%とかとんでもない比率だなとか思いながらでそういうのが経済に全部くっついてくるわけじゃないですかだから出産率が下がってきて子供が少なくなってだから日本ってやばいんだよっていうのがフラグが今立ってるわけでしょ。 で装飾系が増えてるっていうのも結局遊び初音ミクとかさアニメとかさゲームとかさスマホアプリとかさそういうところに面白いっていうものに対してそういうところに時間が割られてるから恋だとかあその女性だとか男だとかっていう話になんなくなっちゃってるんですよ。 快楽っていう部分が今までは性っていう部分に行きやすかったんだけども日本っていう媒体ってのは先進国全体なんだけどもおそういう傾向にあるで日本なんかもっとすごくてやっぱアニメっていうものに特化してるからそういうところにこう寄っちゃうんですよね娯楽がいっぱいあるから情報を YouTube にしても他にいっぱいあるでしょアニメも政治アニ,アニメもあるしんでそのなんだっけ オナニーグッズとかも一番日本の市場っていうのはあれ日本のうんとすごいあれなんですよあの商品なんですよオナニーグッズっていうのは日本の製品ってめっちゃすごいらしいんですよでああいうのも売ったらいいんですよね多分そういうのに特化してる人たちっていうのはうんエッジを聞かせてそれに対して特化をまあ恥ずかしいんであればあ本当マスクをしてねえそういうので紹介したらいいんじゃないかなと18金にしてさ YouTube とかで紹介したら売れるんじゃないかなと思いますよああいうの。うん。で商品紹介してるうちにまたあそっち系エロ系のね人たちとつながりができていろんなイベントに参加してアイスマンをふくとめじゃないけどああいう感じでねアイスばっか食っててえねごちゃごちゃやってたらあえあて有名になっちゃったとかねそういう部類でもいいと思うんですよエロ系、えー、YouTuber みたいなね。 えー、そういう部類で特化しても全然いいんじゃないかなと思います日本のねで海外にバンバカバンバカ出すんですよそういうの音声でで字幕で、あのー、変換する人たちがいるのでそういう仕事投げちゃえばいいですよ私は六本木の映画祭に行った時に山田さんね、えー、そこもう出たあとなんだけども私行ったのでそこにいましたよ 翻訳の YouTube でどう、YouTube っては言わないんだけども、お動画で翻訳の仕事私してるんだって。で、まあけじょ、50代くらいの女性だったかなあ。まあ、名刺をいただいてね、来ましたけど、そういう仕事を依頼しちゃえばいいんですよ。英語で変換して、で、投げちゃえば、あ日本のお取り出っていうのはアニメと、あと、生真面目さと、なんだろう。 日本のブランドって言ったら安全とアニメとおエロ系のあれでしょうねグッズでしょうねあれはやっぱりすごいその3つはすげえと思うからあそれを、あのー、紹介してまあ恥ずかしいよね恥ずかしいから別にアカウントをさ、えー、Google で自分っていうものを出さないアカウントをもう1個作ってでそれで道具紹介したらいいんじゃないですかグッズをね。 えでそれで英語で紹介をして、で、その、どうしようね、輸送はね、なんかやり方があると思うんだよ、あれ、絶対。だから、アマゾンにリンク付けをしちゃうとかね、で、それで販売まで、で、商品紹介をするんですよ、それこそ、エロ系のね、これが鋭いところにね、この動きがねたまらないみたいな、そういう、あれをすればいいんじゃないかなと思いますよ。うん、あんなものもそうね、多分エッジはめっちゃ立つと思うからね、誰もやってないでしょ。 1>, あー1個仕事できましたよ、これで。誰かやってください、これ。ね、えー、私の方に1割もいらないからね、1%もいらないからやってみてください。で、その、あのー、資金っていうのは暗号通貨に入れるとか、ビットクラブに入れるとか、ああ、これ教えてくれたからビットクラブをオクパンさんからつながるよ、つって。で、つないでいただいたらいいんじゃないかなと思いますんで、まあまあ、そんな感じでね、えー、やっていけばいいんですよ。発想っていうのは、出してから初めて出るんですよ。 だからお金なんか貯めちゃいけないし、あるものはバンバカバンバカ使わなきゃいけないんですよ。ここで初めてのお味噌が活動するんですよ。ここで初めてですよ。うん、だから貯めてる人間ってのはパフォーマンスめっちゃ悪い。えー、全部そうですよ。うん、私がヘンテコなことをバンバカバンバカ話せるっていうのは貯めとかないからなんですよ。物を、情報を。止めとかないんですよ。もう入ったら出す、入ったら出すってことをやってると、未知なる領域にどんどこどんどこ入っていくるわけですよ。 だからこれがね、私がすんごく面白いんです。あのー、私の価値がどこにあるのかって言ったら、あのー、持たざる人間っていうところに価値があるんですよ。物にも執着しないしね。物なんか何着ててもいいし、何乗っててもいいしね、正直。うん。だ全然ブランドとかも執着、執着っていうか、あんなもの全然興味がないしね、逆に言ったらね。うん。まあまあ、この辺、余談はこの辺です。 ね、やめまして、コインチェックが新たな展開ってとこで暗号通貨に戻しますね。で、盗んだ犯人が特定されたようですよ。うん。これ、あのー、17JK、えー。えまあ、Twitter、フォローしていただいてますけど、17JK ね、違かったかな。怒られちゃうからね、フォローしていただいてね。総合フォローなんですよ。で、17JK さんがいて、えーっと、まあ、これが大方ね。 え突き詰めたんだけども、これもこれですごいエッジが立つよね。結局、あの、中年のね、方だったみたいだけども、これはこれでまた面白いと思うよね。素晴らしいと思う。うーん。いや、私やるかな、あの、エロ系のね、道具を。でも、お金かかるよね、資本が。だって、道具をさ、家に一回入れなきゃいけないからね。で、どういう、 いやー鋭いですねって想像で話すしかないからね、あんなのね。使うわけにもいかないしさ。で、使えたら最高だと思うよ。あの、本当モデルを雇うなりなんなりして、で、時給をお支払いして、なかなか3日ないと思うけどね。えー。なんだったらあれじゃないかな。もし、それをやるんであれば、なんだろう。あのー、だろうな。 それれをやるんであればであばすよ、うん、モデルっていうよりは DMM だとかあーなんだっけあのモザイクがないとかとかああいうところとこうつながればいいんじゃないですかそしたら、うん、とそちらも何パーセントとかね何十パーセント5050か、まあ、64か分けてねでそれでその女優の、ね、お菓子だいてでそれで えー、試行錯誤できるんじゃないですかうん。まあ、こうやったら話せばさ、何でも出てくるんだよね、こうやってね。だからやっぱね、この壁を作っちゃいダメよ。もったいないよ。うん。だほんともったいないと思うよ。壁を作る人って。あら、なんだこの人。冷たい男だな。まあまあいいや。 あのー、17JK はいいっすわ。あちょっとわかんない。でね、カヤックってとこ,これ話、これ、話したっけあ、話した。で、そんな感じなんですよ。あのー、貯めといちゃだめですよあの。お金をね。ほんとだめだと思うよ。お金を貯めないで、バン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 使っていくっていうことをやってってください。間違いなく広がってきますから。はい。ね。えー いや、私これツイートいっぱいしすぎなんだな、多分な。フォロー外されちゃったよ。まあいいか。ね。まあこんな感じですよ。だからあの、ツイッターもフォローをこう、こうやってやり取りするじゃないですか。で、やり取りをして合う合わないとかってあるから、そこに対しての動きですよ。それしかないんですよ。 で、何て言うのかな、このフォローを外してくれても全然いいし、ミュートにしてくれてもいいし、そういうのはやっぱり人のやりとりだから、それで自分たちでこうあ、合う合わないっていうのが出てくるんですよ。で、本当私がこうやって喋ってて、まあね、 これくだらないって思う人もいるしこれに対して毎回毎回これを聞いてくださってる方もいるわけですよこれがやっぱり人の私が言うね人の価値なんですよこの人じゃないと億本じゃないと多分このお価値ってこういうふうにつながりは多分ねビットグラブもバーンってつながってくださった方も億本じゃないと取らないよっていう話をしてくださったんですよで結局そういうところ価値が合う合わないっていうのがあるんですよこれが絶対 で自分っていう人を欲してくれてる人たちが絶対いるからあのそこに対してのめげずにね、えー、接点を取るんじゃなくて発信をしてみるんですよ。でそれで自ずとそのと接点といおの,は取れますでその自ずと接点が取れた人たち同士で強みのぶつけ合いをするんですよ。でぶつけ合いをすると先ほどみたいにはおかしなことを私言いましたけどあのー、まあその。 アダルトなね、おもちゃを販売する、実用的にこれがこうだよ、ああだよっていうのを解説をする YouTuber でもいいんじゃないかっていうのを話しましたけど、ああいう発想がバン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 出てきて、で、私今話しましたよね。話しました。で、これに対してバックをくれる人たちっていうのがいるんですよ、また。くれないとは思うんだけども、くれる人がいるんですよ。いや、こういう話してましたよねって、私、これこれ、DMM のこういうものです。ね。 DMM のこういうものなんですけども、オクポンさん、ぜひ、これを商品としてこう紹介してくれないかっていう人たちが出て、いや、ちょっと待ってと、私は暗号通貨やってるんだって、で、そうやって私が蹴るのか、また別のチャンネルでやっちゃうのか、またはこの同じ動画のベースで18禁にして、年齢制限をしてやっちゃうのかっていうのは、またここで弾けるうーっていうのが変わってくるんですよ。 当たり前のことを当たり前にやってる時代じゃないんですよね。これが私の当たり前なんですよね。分かります自分で自己発信をして自分の価値を弾けるんですよ。で、芸人暗号通貨で YouTube っていうので億ンが成り立ってるんであれば芸人味噌作り暗号通貨でもいいですよ。何でもいいんだけどもおそういうところでタグ付けをしてで自分のブランドを構築していくんですよ。 で自分のブランドってのはもう仮にできてなくても、こうやって発信していくと、勝手にこう固まっていっちゃうんですよね。これは発信しないと、おパンとこないかもわかんない。うん。初めてですよ。この、こういうことをやって、わ、えー、かるっていうのは、本当にそこしかないし、なんだなんだ、そういうことか。これね、YouTuber you、y o u t u b e ここまで育てるのは、 結構なもんだと思いますようん。これねあの、すぐみんな諦めちゃうんですよ。どういうわけか。でも、この YouTube っていうものをこう発信していくとお、どういう方向かでこうやってなっていくんですよ。ただ、発信って本当、神ですからね。本当に。これをやらほとんどやらないんだけども、今、この時代だから、 もうこれをやるかやらないか、発信をしないかするかで、相当変わってきますよ。自分たちの人生が。これをやってる人間が今後当たり前になりますから、間違いなくね。で、これに関して今感じてれば発信ができればいいけども、これをやらない人間っていうのはきついっすよ、絶対。これ間違いないと思う。だからこれ見ててください。あと2年、3年経ったら、相当ね、 えー、これ結果が出てきますから今奥本さんが当たり前にこうやって喋ってるけどもあこういうことなんだひょっとしたらこう振り返る時期が来たらね絶対思いますよあこれのこと言ってたんだうんでその頃にはどうなってんのかって言ったらあ貧困層がもっと貧困になって富むものは富むと。 本当その流れになってて、で、暗号通貨っていうものがもっと市場に出てて、暗号通貨でやっぱりここから儲けてる人たちっていうのが未来に絶対出てきてると思います。ありえないですもんだって暗号通貨がこのまま消されるのって。うん、絶対伸びますよ。だって車みんな乗ってるでしょ。うん、一回クラウド上に投げたものを、この快楽を得たものをそのまんま、あー、 今矛盾があるのかもなんだけどもそのまんま捨てるっていう行為は取らないと思いますよ。うん、まあまあ見てみてください。ねそうなりますからね。えー、まあそんな感じでございますよ。まあほんと自分でしかないものを出していくしかないんですよ。ただ自分でしかないっていうのは分からないと思うので自分が何をしたいのかじゃなくて今あ夢中になってるものを出せばいいんですよ。 うん、だこれをね私は本当に中年でも高年でも若者でも全員にこれを言いたいんですね。えー、いうことによって本当そこのグループっていうのはできてきますからねそこの情報ってあなたじゃないとダメない人たちって絶対いるんですよその先に。 あなたユーコスのねお話じゃないけども本当にあなたじゃ私がこうやって発信すればどっかの公園に行くよって言えばあ人が群れになるっていうのもそれもユーコスさんって人がユーコスが作ったんですよねその空間をユーコスっていう媒体も自分で作ったわけだしここにどれだけフォーカスできるのかなんですよ。人と比べちゃダメだしねうん 自分でその都度お、まあ人はそれを壁って言うのかもわかんないんだけども、その障害っていうもの、あるいはうまくいかなかったことに対して、前向きにどん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 行くんですよ。それしかないんですよ。うん。それ、あーって言って頭抱えてる場合じゃないんですよ。じゃあどうしようかって、あ、あ、ダメなんだっていう、その,そのぐらいのあっさり感ですよ。 ねえ、油ごてごてでね、んとね、ラードたっぷりのラーメンじゃなくて、もう醤油でパッってやって、シュッてやって、シュルシュル、ュルジュルって、うわ、うめえなっていう、こういうラーメンの食べ方ですよ。ラードだらけで、うわっ、うお重いって、そういう感じじゃなくて、スルスルっていうね、天然の、もうね、鶏ガラスープで、豚で、えー、ネギとね,、えー玉ね、玉ねぎと、なんだあれ、ニンニクかなんかで匂いを消してね、スーパーサーってやって、で、ガバリンチョと、スルーッと飲んでいくと。 それがいいんですでラードでもういやいいなっていうそういう重さじゃなくてさっさかさっさか走るんですよ。だからよく言うのは情報遅い人ってのは情報が本当に遅い。ね過去に依存していや参ったとついてねえとそういうことを口走るようになるんだけどもついてないっていう言葉を口走るっていう時間がもったいないからね。うんそのぐらいのパフォーマンスです。 だから、私が、あまあ、世の中は歩ってる人が多いけど、まあ、私はあ、望みで行くよと。ね、ジェット F15 ファントムだ。ファントムトムキャットよくわかんないけども、そういうので行くよっていう、その速度だよって。もうマッハで動くよっていう。その速度なんですよ。その差がどこで出ちゃうのかって言ったら、いやこっちはついてねーってやってる人と、あ、行っちゃおうか次っていう。チョリースみたいな。それこそチョリースで行かないと、 軽く飛び越えていっちゃおうかみたいなそういうそういう言葉もないんですよもうその言葉ももうついてねえっていう人たちのその言葉がねもうはるか過去に飛んでくようなその速度なんですよ秒で決断して秒で動くっていうその速度なんですよでもそのついてない人っていうのはか常,常に過去軸ですからね常に過去軸ここを持って帰ってくださいあのー、そのついてない人にはついてくな間違いないです つい,てかね、ついてない人にはついていくなっていうのがあ今日持って帰ってね、えー、いただきたいマインドのね、えー、言葉でございますんで奥ぽンマインドでございますんでね、えー、そこは本当にしっかりでそういう人たちは絶対速度が遅い決断は遅いしいやまるって言ったじゃないですかみたいなこと言うんだけどえー、それっていつ言ってたっていう話のこと本当言うからね平気で。 もう6ヶ月前とか3ヶ月前の話を、いや、こうやって言ってたじゃないですかって。え、まだ走ってねえのそれって話なんですよ。私からすると。いやいや、参っちゃうよね。っていう話でしょ。いや、ほんとその速度だよね。うん、人生も。で、その速度が速ければ速いほど、幸運体質。ね。私が好きな女性が言ってますけど、あのー、幸運体質って人は流されない人なんですよって言いますよ。ね。えー なんで、おいおい、なんだよ、これ、ビットコイン、ビットコイン、送金不可になってんじゃないか、ビットレックス。うわー、なんだよ、これ、エイダ買えないよー。っていうのも、こういうのも情報だよ、わって出すぐらいのね、まあ、しゃーないと。ほんじゃ、エイダ買えないんであれば、寝ようかっていう。そういう次元で、パパパッ、パッパ,ッパ,ッパッと決断してん、じゃあ、明日、楽しみだよー。っていう感じで、このパフォーマンスで動く。 いや、えだいけねえよって今私言いましたけど、こうじゃないんです。頭の中は。あ,あ、そうかと。あ,あ、これの方が面白いなっていう感じの感覚ですよ。いや、えだいけないよって言った方が面白かったんじゃないかなと思って言ってるようなね。えー、本当かどうかっていうのは定かじゃないんだけども、これぐらいのパフォーマンスで脳みそを動かす。自分の頭を動かすと、まあ、前向きなわけですよ。まあ、バカになるわけですよ。で、このバカこそが、 今必要とされているものです。物に依存しない、情報に執着しない。これこそが今必要なんですよ。ねえ、えー、杉村太蔵でしたっけなんか元議員の人が言います、ねえ。日経にたまに出て、ラジオ日経に出てきます。これこそが今必要なことなんですよ。わかりますかこれはっていう、これなんですよ。このニュアンスなんです。あのー、過去に執着している場合じゃないですよ。このパフォーマンス。 パッパ,カパッパカパッパカパッパカ行くんですよ。馬より速くですよ。マッハで動く。秒で決断。秒で行動。ここですよ。ここが一番大事なんですよ。これをね、今、この情報化社会でこれをやらないともったいないですね。これも持って帰ってください。秒で動く。秒で決断。秒で決断し、秒で動く。ね、えー。パッパカパッパカじゃなくて、もうマッハで。マッハで動く。ね。えー、このパフォーマンスです。 この情報のパフォーマンスが、大体、そうよ。あの、ついてないっていう人は情報が遅い。まず、レスポンス悪いしね。おいおいって。おいおいって。お前そっちの話、まだ言うのかと。そうじゃない。あ、私はもう行くよって。お前さんやっときなよって。ほら、年の、年関係ないからね。動いたアクションの数。ここで、速度は変わります。決断の。 若者でも遅い人、遅いからお。お,おじいちゃんじゃないかっていう人いますよ。いますよ、本当に。マジで。リアルにいますからね。いつまでやってんだって言いますから、本当に。もうね、若いとか年取ってるとか言ってる場合じゃなくて、本当、今、自分の未来人の自分が来た時に、自分がここで決断してることは間違いないんだよって。それで自分たちがアクションをするっていうだけなんでね。それだけなんですよ。本当に。 ねえー、久々にこういうのをダラダラ喋りましたけどもねまあダラダラ感はないわけですよ私も必死なんですよこれどうやったらやっぱり伝わるのかね速度っていうの情報っていう速度っていうのは今速いんだけどもどうやったらこれを何とかあ熱ですね、えー、熱だけはありますから。 あバカだだけけど熱だけはあるまあこれでいいんじゃないですか私のブラっあいつバカなんだごっぽんはバカなんだけど熱だけはあんだよなってあいつのその熱はどっから来るんだよっていうねそれが魅力なんじゃないかなと思ってますんでね、えー、まあこうやって喋れば喋るだけ自分の魅力があ自分の言葉でね出てくるわけですよそれが本当かどうかっていうのは分かんないんだけども、えー、水は言葉を 理解するって言いましたね。私ね、いい言葉ですね。で、私の水、体っていうのは今の言葉を理解したわけですよ。億ンっていうこの熱をですね、世の中にここを出していくっていうのが私の魅力、ブランドなわけですよ。億ンっていうのバカ、あ熱、こちらのタグですね。で、暗号通貨、あるいは YouTube、味噌作り、ね、えー、3つのタグできましたね。バカ、熱、えー、暗号通貨、あるいはエイダ、ね、えー、何でもいいです。 ね、こうやってタグ付けができるわけです。発信をして空っぽになった時からが本当なんですよ。空っぽになってからこの出し、だもうねえだろと。もうねえだろっていうところからが本領発揮なんですよ、人間。ね、こ,こ,だけここを持ち帰ってくださいよ、えー。過去に、うーんと、ついてない、えー。ついてないっていう人にはついてくな。で、過去に執着をしない。で、マッハで動く。秒で決断。秒で行動。 えーまあ、持って帰る言葉いっぱいあるんですけども本当にねこんなこんな感じなんですよで出し切るともう自分で今あるものを出し切ることによって次のもう空っぽになりますから出し切るとで物も貯めておいちゃダメなんですよ脂肪もぜ肉も貯めておいちゃダメ全部使わないとバンバカバンバカ太ってる場合じゃないんですよ本当にねえー、本当太ってる方はねいや食べないんだけど太っちゃうんでいやいや太ってる人大体動かねえから。 私、あの、<laughs> 見てて思うんだけども、動かないよ。ああ、本当動かない。マジで。あの、動くって言っても、じゃんじゃかじゃんじゃか動いちゃだめよ。燃焼する動き方っていうのは、ゆっくり、継続的に動くんですよ。で、食後30分後には動く。うん、これが溜めない、い一番のね、えー、快適なあ脂肪燃焼方法です。えー、食後30分後に、30分ぐらいの運動をすると全然違う。 で30分後に脂肪燃焼ですからそっからが本領発揮なんですよでここで止まってるんですよね動いてる太ってる人ってのはバッて動いてそこで終わりみたいな感じになってんだけど継続的に動くんですよそしたら腹筋なんか何もしないで割れますよこんなものどうやったらね割れるのって言ったらもうずっと動き続けてら痩せるから割れるんだけど まあまあそれは置いといてですね、本当に病で決断、病で行動、自分っていう価値、自分の未来の自分が見たときに、今の自分は大丈夫なのかっていう、その価値判断です。他人と比べない。間違いないです。 ね、でついてない人にはついてくなあ。いい言葉ですね。ついてない人にはついてくなついてく。ついてないっていう言葉を発する人にはついてくな。長く言えばね。それを略すと、ついてない人にはついてくな。ね、いいですね。この頃はいいんじゃないかなと思うんで、まあ、この辺を持ち帰っていただいて、えーまあ、いいんじゃないかなと、これ。これですよ。このパフォーマンス。私は今、あお金がないんだけども、これで、えー、なんとかしようと思ってますよ。このエイダをね。 えー、借金をしたこの40万を今入れるか否か。で、ビットコイン、これ通んねえからどうしようかな。じゃ、あバイナンスがあるじゃんってなるわけですよ。こうやって頭って開いていくんですよ。パフォーマンスっていうのは、出せば出すだけ、もうダメだって思ったところが本当なんですよ。はい。もうここで終わりますね。同じような感じなんで、えー、これが熱です。億ポンはバカで熱があって暗号とか、これ YouTube、ミソ、まあなんでもいいです。ね、えー。この辺でタグ付けをしていくと。 それもおもう最後にしますからね、えー、そのタグ付けっていうのはないところから絞り出した時に初めてこの熱が出るわけですよ。ないものをもうない、もうこういう、ね、体質はもう今すぐ捨ててください。ないものから初めて、ここないところからこの脳みそが動く時にここで初めて脳みそが動くわけです。あるものの中で脳が考えて考えればわかるっていう次元でやってたんでは もうそんなのうんちですうんちそんな人ね、えー、近寄らない方がいいですねえー、ねほんとないところから初めてそこで脳のパフォーマンスが出てくるわけですから人間こうやってね上渇きを得て、えー、人間っていうのはこの文明をね、えー、これ出してきたわけですから作ってきたわけですからね物を作ってきたわけですよないところからが初めて脳みそが活動しますんで、えー、これだけね、えー、もうこれだけでいいですよ これだけ持ち帰ってください。上こそね、えー、脳みそがの上こそ脳みその活動領域を増やす方法だよと。いい言葉だね。ちょっともっと淡泊なのがいいんだけども、これで、これで締めますね。はい。それではね、素敵なコインライフをお送りください。